はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？似顔絵講師の似顔絵花です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。ということで今日もですね、皆様に似顔絵の描き方ポイントをですね、手順、各手順解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、下書き編です。下書き、似せるために最も重要ね、この基礎練習になりますけども、下書きの書き方をやっていきたいと思いますね。皆さん似せられないって困ってる方いらっしゃると思います。下書きにね、1時間かかるとか30分ぐらいかかるとかね、いう方よくね、私聞きます。はい、似顔絵講師やってるとね、よくね、いろんな方からこういう話聞くんですけれども、私の下書きは1分です。1分、はい、これ1分でやることで、細かく書きすぎない、シンプルで、短時間で見せてしまう、そんなね、下書きスキル身につきます。そうすると多分皆様の絵は格段にスピードアップすると思いますので、ぜひ最後まで見てっていただければと思います。そして今回モデルがこちらとなります。はい、こちらね、20の皆様でございます。これね、皆さん嬉しいんじゃないでしょうかね。20ですよ。受講生、私似顔絵花オンラインスクールの受講生の方もですね、もうみんな書きますよね、20のメンバーね。ということで今日はですね、私似顔絵花がこちらの下書きですねにチャレンジしていく、そんな動画となっております。ぜひ、最後まで見ていってください。早回しでもいいのでね、見ていただければと思います。はい、それではやっていきましょう。まず似顔絵花がお伝えしている、4つのステップね、似せるために4つのステップ、こちらです。輪郭をシンプルな形で捉えましょうね。こちらいつもお伝えしてます。丸顔ですよね。丸顔だなとかね、三角顔だな、ちょっと顎シャープな方々ですね。はい、で四角いなとかですね、こうシンプルな図形で捉えるね、こう楕円だな、長方形だなとかね、シンプルで捉えましょうね。次ステップ2、特徴3つ挙げましょうね。最低3つ挙げましょうね。はい、3つ挙げられますか皆様。毎回やってますけどね。はい、垂れ眉、離れ目、鼻がちょっと大きいね、唇が厚い、口が横に広い、ちょっとねふくよかとかですね、顔丸い、髪の毛のボリュームがあるね、3つ上げられれば十分ですね。3つ以上上げても大丈夫ですけどね。それがこの見た方にね、伝わるように、書きましょうということなんですね。ぜひ皆さんやっていただければと思います。はい、ね、次、3つ目、T 字を読み取りましょうね。これ T 字なんですかね、初めての方、 T 字って何ですかね。目と鼻の関係性です。これ T 字になります。はい、そして、T 字の横棒はこのね、目のね、目の距離感でございますということですね。目の距離感。そして、T 字の縦棒はこの鼻の長さなんですね。はい、なので種類はこの4種類しかありませんね。横長 T 字、縦長 T 字、どっちも短い T 字、ね、どっちも長い T 字ね、こんな感じで4つあります。皆様はどれでしょうかね。ぜひこれ当てはめないとそっくりね、角度難しくなります。これが外れるとね、ちょっとね雰囲気違ってきます。結構違ってきますね。これ意識してください。はい、では4つ目、パーツの配置、大きさ、角度を意識しましょうとですね。はい、下書きの各手順はこのような感じなんですけどね。はい、こちらね、配置です。目と眉が離れたなとか、目と目は近いなとかですね、鼻と口は近いなとかね、これ配置ですね。はい、次、大きさね、大きさ、目が小さいな、鼻大きいな、口大きいなとかですね。はい、耳も大きいなとか、配置の大きさ、次大きさがこれでしたね。最後角度ね、眉垂れてるな、目が垂れてるな、口角は上がってるなとかですね、こういったのが角度となりますということで、これ全部守っていただければそっくりね、描けますということでございます。さあ行きましょう。今日はこの20のメンバーやっていきたいと思います。はい、僕名前ねまだ覚えてないので、ちょっと見ながらやっていきますけど、まずはこちらでございます。横向いてるんでね、ちょっと難しいんですけどね、ちょっとやっていきましょう。こういう方ね、こういった、アイドルの方々ね、なかなか正面向いてるお写真とかね、なかなかないんですね。なのでちょっと横でやっていきましょう。まず彩香さんっていうんですかね。はい、やっていきましょう。まずちっちゃくでいいですね、この下書きは。はい、まず輪郭をシンプルな形で捉えるということですね。1つ目、はい、私はこういったシンプルな卵型で捉えますね。逆卵、ちょっと丸みの強い逆卵ですね。はい、そして、この目線ね、目線がこの横棒、縦がこのね、センターラインですね。ちょっと右向いてるんで、右側持ってきてますけどね。特徴じゃあ3つ挙げてみましょうよ、皆さんね。特徴何がありますかね。こうね、なかなか難しいですよね。ちょっと鼻がね、ポテッと大きいかなとかですね。目はちょっと人絵っぽいなとかですね。眉が横にひどいなと、髪のボリュームがあるなと、こんな感じでいいでしょうね。はい、出ました。そうしましたら、まず髪がですね、どの辺まで来てるか、大体はちょっとここね削れてるんですけども、はい、こう取りましょうね。前髪がちょっとこうディティールをね、こうちょっとずつ書き込んでいっていただくと、はい、
ちょっとね、この下の方切れてるんで分かりづらいんですけども、はい、髪のボリューム取りました。特徴3つ挙げました。T 字です。T 字ね、皆さん分かりますか？どうでしょうか？まあ、目はね、確実に離れました。ね、離れてます。はい、まあ、鼻はどうでしょうか？まあ、まあ、長めですね。長めでいいと思います。はい。なので、眉毛はこの目線よりちょっと上です。さあ、横に長い眉毛、ね、横に長い眉毛描きます。シンプルでいいです。ね、目はね、横に広いね、目かな。目は、縦にはパッチリ広く、大きくない。ね、横に広いね、離れた目です。そして、鼻筋ちょっと入れて、まあ、鼻はこの辺かなとですね。で、鼻の下ちょっと長いかなと思いますね。こんな感じでやっていただくと。まあ、下書きはこれぐらいでいいんですね。はい、ここからは、まあ、ペン入れとなりますけれどもね。まあ、黒目も大事です。黒目の位置もちょっと変えていただいてもいいかなと。はい、ということで、彩香さん、こんな感じの下書きでやっていただくと、皆様ね、見せられると思います。まあ、まつげとかね、この後ペン入れで書き込んでいくんですけどね。まあ、ピアスとかもね。はい、こんな感じ。彩香さん、こんな感じでした。では、続きまして、右に行きます。結構人気な方ですよね。ミーヒさんという方ですね。はい。皆さん、いかがでしょうか？ね、こう輪郭。まあね、大体この方も逆卵。逆卵型、ちょっと横に広い目の逆卵、目線です、センターです。今度は、左向いてますね。で、前髪が目のちょっと上まで来てますね。こんな感じでね、こう三つ編みとかはペン入れで描き込みましょう。で、耳がありますよとね、髪の毛のボリューム感を描き入れましょうね。こんな感じで入れていきます。さあ、いきますよ。はい、特徴3つ挙げましょう。ね、ちょっと釣り目かなとかですね。耳大きいなとかですね。まあ、口がね、ちょっとね、下唇厚いかなとかですね。まあ、口角は上がってますよね。はい。で、まあ、大体もうこのあたりのね、綺麗な方、ね、可愛い方はですね、まあ、目が、まあ、ちょっと離れ目でね、そして鼻も長いと。ね、これ大体こうなってますね。はい。で、眉は釣ってます。で、前、この前髪に隠れ気味。ね、こんな感じで。で、ちょっと釣ってる、目です。目です。ね。離れてます。こう離れました。まつげちょっと描いてあげてもいいですよ。鼻筋がこれぐらい。ね、鼻がこのぐらいかな。ね、鼻ちょっとね、この方も大きめですかね。で、口は、もうちょっとこの方も鼻の下が広くて、こう口角が上がっててね。下唇が厚いですよ。黒目があってですね。はい。まあ、こんな感じでですね、下書き、ちょっとほうれい線後で入れてあげると多いかなと思います。耳が大きいね。この、ピアスもこんな感じで書いてあげると。ミーヒさんはこんな感じですね。はい。まあ、ボリューム足りなかったら髪足していただいたら、1ボリューム足りなかったら、顎付け足せばいいですしね。この後にペン入れで最適なラインを引いていくということですね。はい。では続きまして、3人目、このまゆかさんですね。はい。入れていきましょう、ここに。はい。さあ、この方も同じくね、こう、逆卵、ね、目線、センター、この方も左向いてますので、左にちょっとずれます。前髪が、ね、こんな感じで来てますよ。こうね、ちょっと上に切れてますけどね。はい、耳があってね、こう、まあね、ピアスがあってですね。さあ、行きましょう。特徴3つ挙げてみましょうね。この方もね、ちょっと釣ってますかね。もうみんな似てるんですね。似てます。あとは表情と髪の色とね、こう服装でしたりね、ちょっとしたパーツの特徴の違い、これを表現するということですけども、まあ、ウィンクしてますね。ウィンクの特徴の一つですね。鼻もちょっと大きくて、まあ、長いですよと、口角上がってますよとね、もうみんな似てる。だから描き分け難しいんですね。こう多分ご本人を見てもね、こう分からない人分からないと思いますからね。はい、では、描いていきましょう。はい、眉は隠れてるけど多分ちょっとつってます。で、目はウィンクしてます。ウィンク難しいですけどね。こうまつげも描いてあげて、目は離れてて、こうちょっとつってます。で、黒目もちょっと描いてあげましょうね。はい、こんな感じで、この受講生の方がね、この方苦戦してましたけどね、まあ、ゆかさんが難しいんですよ、似ないんですよね、言ってましたね。まあ一緒に描きましたけどね。はい、まあ、こんな感じでしょうね。あとは、ディティールは、ペン入れで、まあ、口角もちょっと描いてあげるといいでしょうね。はい、まあ、輪郭も後で調整していただくといいと思います。さあ、こんな感じ、これまゆかさんでした。はい、では続きましてこちら行きましょう。まやさんですね。はい、皆さん大丈夫ですか？難しいモデルでね、ちょっとたまにはこんな動画もいいんじゃないかなということ、ちょっと難しいねモデルね、来てますけどもね。さあ、髪の、こんな感じでね、さあ行きます。髪のボリュームを取っていただきたいね。そして、特徴を3つ挙げてみましょうか。まあ、目と眉は比較的近いかなとかですね。まあ、目は、まあ、そんなに大きくはないね。ちょっとね、人絵っぽいですよね。
はい、まあ、ちょっと鼻の下も長いかなという、もうみんなね似てます似てます、目離れてる、鼻も長いね、似てますので、まあ、ちょっとした違いを表現しましょう。眉はつってるね、眉はつってるで、離れてると、で目と眉はちょっと近めだったということですね。まあ、こんな感じで書いていただいて、そうですね、この感じで、はいね、さあ、あとは鼻、鼻はこんな感じで、まあ、長くしすぎても似なくなります。あと口の形がちょっとね特徴的ですね。こういう感じの口です。これを、まあ、こういったねちょっとした違いを表現していただくといいですよね。はい、まあ、ちょっとここにね、バンダナ巻いてますけれどもね。はい、こんな感じで、あとちょっとほうれい線描いていただくとですね、まあ、ここディティールはやっぱペン入れです。ペン入れでディティールを描いていくということでございます。さあ、いかがでしょうか皆様。はい、このマヤさんということですね。はい、では続きいきましょう。こちら、マコさんですね。さあ、いきましょうまあ大体もう輪郭皆さんこのね形です。もうこういう方々ね、もう同じようなスタイルですもんね、こう結構このね。はい、で、ちょっと横向いてます。目線のこう斜めの目線になってこうね、こうなります。で、前髪を描きましょう。で、ちょっと特徴がね、あるかなというような方ですよね。はい、で、このね髪もどの辺まであるのかなって見ていただきたいんですね。このピアスも描きましょうね。はい、こんな感じで、じゃあ特徴3つ挙げてみましょうか。まあ、目と眉はちょっと近めかな、眉も近め、目はちょっと離れ目で、鼻はね若干短いかもしれませんね。はい、ということでこれを守ってやっていきましょう。眉はちょっと太めですね。はい、眉毛ね。はい、さあ皆さん疲れてきてないですか。ちょっと早回しで見ていただいてもいいのでね、声聞き取れると思いますね。こんな感じでやっていただきます。まあ、鼻筋がちょっと太くて鼻短いですね。こんな感じで鼻の穴がちっちゃいね、こうちょっと今日表情がねこんな感じです。はい、こういう風にやっていただくともう似てきますのでね、こう下書きでも似せると、でペン入れでさらに似せるということですね。ということでマコさんでした。で、続きましてこちらリマさんですね。リマさん、この方はねなんかジブラさんのね娘さんなんでしたっけね。合ってますか、すいません、合ってなかったらすいませんね。特徴がありますよね。まあ前、目線センターね、正面向いてくれてます。で、髪の毛がどの辺まであるか、生え際はどの辺なのかね、こんな感じでね、ボリューム、髪のボリュームどれぐらいなのかね、ちゃんと見極めましょう。これ髪のボリュームでもね見るにない結構変わってきますのでね。はい、特徴を挙げてみましょう。まあ目と眉が結構近いですね。黒目が結構出てるということは、まあ、目が大きいね、鼻も長くてちょっと鼻大きいね、こんな感じで良いんではないでしょうかね。はい、では、まあ、ちょっと角度がついてる可能性もありますね。前と眉が近く見えるのはね。で、目は大きいですね、かなりね。目は大きいので、こう大きくしていただきます。そうすると、こうね、黒目をこう際立たせられます。はい、で、上下まつげを表現しましょう。で、鼻筋の鼻はこれぐらいで、ちょっと大きめ、ね、ちょっと長め、ね、こう表情がありますと。はい、今こんな感じで描いていただくと、この方、リマさんということですね。はい、皆さんいかがでしょうか、大丈夫ですか。はい、次行きましょう。さあ、この左下この方ですね、ニナさんですね。ニナさん、これまた角度ついてますね。ニナさん、こうですね、まあ、ちょっと面長系の感じが来ましたかね。結構横向いてます。で、髪の毛が目のちょっと上まで来てるね。髪の毛が目の上まで来てる。さあ、この動画は結構なねボリューム感になってますね。最後はね、とある方をペン入れまでやりたいと思います。ある方ペン入れまでね。さあ、特徴上げましょう。まあ目と眉近いね、まあ、目が茶色いとかも特徴になります。鼻は大きいですね。なんかハーフなんでしたかね。はい、鼻大きいってことね、髪の毛のボリュームがあるとかですね。はい、こういうところをやっていただくと、まあ、横側はですね、なるべく最初はトライしない方がまあいいとは思います。なかなかね、難しいのでメンタル崩壊する可能性がございますね。最初はなるべくね、簡単な正面の方をおすすめいたします。まあ、ちょっとこういうチャレンジしていただいてもいいと思うんですけどね。はい、ということでこんな風に、特徴が出ますかね。はい、目は多分笑ってるんでちっちゃく見えるんですけど、まあ、結構大きいですよね、目ね。で、背が高いんでしたかね、確かね。はい、まあ、こんな感じで、ニナさんでした。はい、続きましてこちら、この方はね結構特徴ありますよね、リオさんということでね。はい、では行きましょう。この方もちょっと横広の逆卵ね、目線とセンターね、髪の毛ね、でこうちょっとまあねこんな感じで結んでおりますと。はい、
こうですね。さあ、特徴はいかがでしょうか。目離れてます。鼻はちょっと短めですね。口はちっちゃいんですよね。多分笑ってるんでちょっと大きく見えますけどね。で眉毛は、横に長いと。ちょっとやってみましょうかね。眉毛は目のちょっと上のラインで、横に長いね。これリンクしてます、リンクしてます。で離れ目にしたいね。ちょっと離れ目にするね。鼻筋がちょっと太いね。鼻が大きくて短いで、口はちっちゃくてこの辺ですね。はい、こんな感じで、あとはね、こう細々したところを描いていただくと多いと思います。これで、似るんですね。さあ、いかがでしょうか。はい、では最後リクさんという方ですね。この方もね、特徴結構ありますね。はい、ではよいしょ、こう来ましてね、こう来て目線センターね、これも左向いてます。結構このほっぺのボリューム感とかが意外とあるような方ですね。はい、まあ太ってはないんですけど、ちょっとね、こう有村架純さんとかね、そういった感じのタイプのね、有村架純さん、土屋太鳳さんみたいなね、こう顔の中心に結構寄ってるので、結構この辺のボリュームがあるんですね、ほっぺたね。はい、で前髪この辺まで降りてるかな、耳があるね、こうね、こう来まして、さあやっていきましょう。目と眉は近くて、はい、目と眉近い。で目はまあそこまで大きくないくて、つってます、ちょっとつってますね、つってます。まあメイクもあるかもしれませんけどね、つってますね。鼻筋がこうで、まあ、鼻ちょっと皆さんちょっと大きめの方多いですかね。はい、でこう来てね、こんな感じで、ちょっとボリューム足りなかったなとか足していただいて、こっちを削っていただくんですね。この辺り調節をしながらね、似せていただきたいと思います。結構顔の中心に寄ってる方ですね。こうね、誤っていたらこうね、ボリュームつけていただくと。はい、こんな風に下書きはやっていただくといいんですね。はい、ということで20のメンバーの方々ですね、9名、総勢9名まあ皆さんね、顔がねすごいこう綺麗でね、可愛らしい方なので、なかなかね、難しいとは思いますけど、今日ちょっと私なりにやらせていただきました。シンプルな下書きはこんな感じでございます。では最後ですね、こちら JYPark さんですね。 JYPark さん、ちょっとね書いていこうではありませんかね。はい、で今回私はこの下書きなしでね、ちょっとやってみたいと思います。この下書きなしね、今のような下書きがね、頭の中でパッとできれば下書きなしでも似せられますよということで、やらせていただきたいと思います。ちょっと今日の動画長くなっておりますけれどもね、皆さんお付き合いいただければと思います。最後ね、ペン入れどうやるんですかと、下書きだけじゃなくてね、書くところを見せてくださいね、いう方多いと思います。はい、ではやっていきましょう。私はですね、最初にこの輪郭をね、取っちゃうっていう書き方なんですね。輪郭を取ってしまうね。はい、で髪型ね、こう簡略化とディティールを織り交ぜるんですね。はい、こんな感じで、で、この前髪どんな感じかなってね、ちゃんと流れを確認しながらね、で左側から攻めます。右利きの方、左側から攻めるとね。こんな感じで、なってますよね。はい、ということで、こちら側の髪の毛も描いていきますよ。こうね、短いこの辺は2ブロックの、ね、感じですね。はい、そして耳を描きます。まあ私は結構簡略化するタイプですのでね、このようにやっていただきたいと思います。さあ、できました。こう来たらこうです。結構体格がいいね、大きい方なんですよね、確かね。はい、下書きなしでも今の手順とかですね、まあ、あと経験もいりますけどね、があればこういう風にですね、シンプルに、下書きはなしでね、書くことが、実はできるようになるんです。まあ、これも私結構トレーニング積みましたけどね。はい、結構体格がいいということでね。はい、こうですね、ね、確かかなり大きいんですよね、この方ね。はい、ということで、喉ごとでも書いてみましょう。さあ、ここからまた髪型に戻りますけどね。はい、まあ、手順はね、そこまで、関係ないかなと。まあ、左右のリズムができていれば、まあ、バランスを取れますんでね。はい、こんな風にね、やっていただきましてですね。すごい髪型ですよ。さあ、いいですか、ここまでが、来ましたら、では顔の中を描き込んでいきましょう。顔の中ね、こうちょっとこんな感じで、私はちょっとデフォルメタッチですね。はい、さあ、いかがでしょうか。で、こう短時間で描くにはシンプルにするということですね。はい、で垂れ目さんで、離れ目さんなんですね。垂れ目で離れ目
こんな感じでね、垂れ目で離れ目。さあ皆さん、これどれぐらいのタイムで、ね、かけてますかね、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、さあ垂れ目で離れ目、離れてますね、垂れてますね。はい、こんな風に書いていただきたいですね。で、鼻も短いんですね。鼻が短いですよってことですね。鼻が短いので、そして大きいんですね、鼻がね。はい、鼻が大きいということで、こんな感じでね。はい、こう書いていただいてですね、まあ、ほっぺのボリューム感、ね、こんな感じで書いて、では、口ですね。口は、まあ、ほうれい線ですね。口ね、でちょっとこっちの方がなんか上がってるかなとかですね。はい、で唇ね結構厚いんですよね、確かね、唇が厚いで、ちょっとね、この下の顎が受け口になって上がってらっしゃいますね。はい、こんな感じで、はい、そしてこうですね。はい、ということで唇を厚くしてあげましょう。さあいかがでしょうか。下書きがなしでも、まあ、これぐらいですね、今書けましたと。ジアバックさんですね。はい、こんな感じでいかがでしょうかね。はい、下書きがあのね4つのステップが頭にねガッとね入っていれば、まあ、その他ねテクニックも実は一応あることはあるんですね。似顔花オンラインスクールではそのあたりは、皆様にお伝えさせていただいてるんですけどね。はい、YouTube ではちょっと配信してないような、内容となります。はい、ということで、こんな風にやっていただければね、下書きなしでも書けますということで、今回20のね9名の皆様と最後下書きなしで J.I. パークスですね書かせていただきました。はい、ということで皆様、いかがだったでしょうか今日の動画ね、この似せるための特徴をつかんで似せて書く、短時間で似せるこのテクニック、基礎練習ですね、マシンガン下書きですね。マシンガンのようにねこうねどんどんモデルを打ち抜いて書いていくというような、練習方法になります。はい、いかがだったでしょうか、こちらぜひ、繰り返していただいて、皆様も1時間2時間かかる似顔絵をですね、ぜひ10分15分にね短縮していただきたい、そんな風に思います。はい、ということで、今日の動画良かった、役に立った、また見たいですという方はぜひグッドボタンでお知らせください。はい、そしてチャンネル登録まだされてないという方はぜひチャンネル登録していただいて、今後の動画ぜひお見逃しないようにしていただきたいと思います。ぜひ皆さんで似顔絵描けるようになってね、周りの方をですね皆さんの特技で喜ばせていただければね、笑顔にしていただければと思います。そして仕事にもねやる気があればできると思いますので、ぜひ皆さんやっていただきたいと思います。そして似顔絵花オンラインスクールを開講しております。似顔絵のオンラインスクールですね、全国どこでも学べます。今ではアメリカでしたりね、オーストラリアの受講生もいらっしゃるということです。本当にオンラインでつながれる世界です。似顔絵お伝えできて、その方たちもしっかりとね初心者から描けるようになってます。本気でね似顔絵この短期間で習得したいねという思いがある方のみ、ぜひこの似顔絵花オンラインスクールの扉を叩いていただければと思います。はい、ということで本日もここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ではでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。練習頑張ってください。それではさよなら。